光レールスター。光レールスターは、西日本旅客鉄道 JR 西日本が、山陽新幹線の新大阪駅博多駅間で運行する光の一種の車両及び列車相性である。本校では、同列車用に開発された新幹線700系、電車7000番台についても記す。東海道新幹線に比べ、需要の小さな山陽新幹線を任された、 JR 西日本にとって最も売り上げの見込まれる京阪神と北九州市、福岡市間の輸送では、両都市とも比較的空港へのアクセスが良く、1995年の阪神・淡路大震災後は、しばらく山陽新幹線が普通状態にあったことも重なって、航空会社がシェアを伸ばしていた。このため、JR 西日本は発足当初から、 山陽新幹線への手こ入れを図り、0系を12両に短縮して普通車座席の横2列プラス2列かなど車内を改良し、新大阪駅博多駅間を最速2時間59分、途中岡山駅、広島、小倉駅に停車、平均3時間10分足らずで結ぶ、ウエスト光を投入し、沿線主要都市間を結ぶ、速達列車を増発した。 しかし、望みの山陽新幹線直通運転開始後は、望みを退避する必要があるため、所要時間が3時間10から30分程度にまで伸びていた。このように、車両性能の限界から、速度向上が望めない例形を使い続けることには限界があり、また運行コストの削減も急務であった。そこで当時最新の700系を投入して、抜本的な改善を図るため、 2000年3月11日から光レールスターが運転を開始した。光レールスターという列車名は走行する姿をレール上を駆け抜ける流星のようなイメージで表現したことが由来である。また当時はインテリジェントサルーンという呼び名があった。従来の光や望みとは別の扱いを受けている。企画開発にあたっては マーケティングリサーチを元にして行われた。その結果、利用者の大きな支持を得ることができ、京阪神福岡間において航空からシェアを奪還することに成功した。顧客志向への JR の脱皮紙を結んだ例である。2011年3月の九州新幹線、鹿児島ルート全線開業に合わせて運転が開始された直通列車は別途、桜の愛称が付与され、 停車パターンは、光レールスターを踏襲する形で運行を開始。これに伴って、光レールスターは、桜に置き換えられる形で本数が半減された。その後も N700 系 S 編成8両の増備が進むにつれて、光レールスターの相性が付与されない、仮への置き換えが進み、この、光も2012年3月17日の、ダイヤ改正では、N700 系、 S 編成8両の増備完了に伴う桜の増発によって同列車に置き換えられることとなった。2013年3月16日現在、山陽新幹線区間で完結する光の定期列車は折り2本、上り3本を残すのみとなり、そのうち光レールスターは夜間の下り1本と午前中の上り列車2本まで縮小れた。2017年現在、 光レールスターとして運行される列車はすべて、通過駅が少なく新大阪駅博多駅を3時間半以上かけて走行するタイプであり、博多駅発岡山駅行きに至っては、新下の関駅と浅駅の二駅しか通過しない。2018年3月17日現在、山陽新幹線区間のみで完結する定期、光は折り2本上り3本で、 内博多駅岡山駅上り列車1本及び博多駅から新大阪駅の一往復がレールスターとして運転されいる。本校では便宜的にこの5本をまとめて記載する。停車駅での案内放送や車内放送は光号レールスターと案内される。JR 東海が管理する新大阪駅では光号とレールスターとアナウンスされないが発車表には レールスターの表示がある。市販の時刻表では、光レールスター。8両編成、クリーン車マークなし、交通新聞社版、光レールスターで運転、JTB パブリッシング版という注釈が記載される。長らく毎時1から2本の運行であったが、九州新幹線全線開業に合わせた2011年3月のダイヤ改正で、 半数以上を九州新幹線直通列車の桜 N700K7000.8000 番台に差し替えたため本数は従前よりほぼ半減し毎時一本程度運転となったその後 N700KS 編成の増備が進んだことからダイヤ改正を待たずに順次 N700KS 編成に置き換えられ同年12月1日以降の 700K いフ編成での光運用は2往復にまで減少。2012年3月17日のダイヤ改正で現行の上り1本のみの運転となった。なお、かつては光レールスターと桜は投資の列車号数を使用していたが、列車番号は光レールスターが号数プラス2000で区別されている2012年のダイヤ改正より 光レールスターが使用していた540から580号台は桜専用の号数となり、光レールスターは新たに440から443号台の号数が付与されることとなった。かつて新大阪駅では大半の列車が南端にある20番線に発着していた。そのため、東海道方面への乗り換えは同じホームで乗り換えが可能な新神戸駅。 岡山駅を推奨されることが多かった。また、博多駅でも大半の列車は13.14番乗り場、2010年より15.16番乗り場に会場から発車し、ホーム上には光レールスター、ロゴマーク乗り場と車体のカラーリングをあしらった伝承板が設置されていた。その他の停車駅にもレールスター、ロゴマーク停車位置と、 ダークグレートサニーイエローの帯を配した乗車目標が記されていた新大阪駅では単に700系8両との未表。2011年3月以降は N700 系8両編成と共用の乗車目標となっている。2018年6月2日から9月29日にかけて週末を中心に姫路博多間で臨時光レールスターが運転されている。 博多駅は577号、姫路駅は576号で、岡山駅、広島駅、新下関駅、小倉駅に停車する。また、この臨時、光レールスターの運転に合わせて、席数限定の早割切符も発売されている。この列車は10月1日から11月30日にかけても運行されることが決まっている。ただし上りの運行時間を変更。 700系7000番台 E 編成が使用されている。E 編成は、東海旅客鉄道 JR 東海所有の C 編成及び JR 西日本所有の B 編成と仕様が大きく、異なる点が多数存在するため、山陽新幹線内限定運用として区別されている。車両自体は、行き先表示器などには、東海道新幹線内の駅名表示も、 準備するなどして走行可能であるが、JR 東海側が16両貫通編成以外の旅客営業運転での線を認めない方針から、取り替え車両基地への改装以外での入線実績はない。7 0 0系 e 編成を充当する、小玉が新大阪駅博多駅間に1日折り4本、上り6本、新大阪駅広島駅間に1日折り2本、上り1本ほか、 ついたちに折り19本、上り18本の計37本が運行されている。もともとは、前運用的に少数のみ運行されていたが、桜の増発による、光レールスターの減便に伴い、運用に余力が発生した700系7000番台を、小玉への運用に振り向けることとなったもので、押し出される形で、小玉で運用していた100系を運用から離脱させ、ダイヤ改正時点で4両編成。 p 編成の運用が終了した。現在7 0 0 E 編成の定期、光運用は1日3本に止まり、大半が小玉及び博多南線で運用されている。また、主に東海道区間で異常気象により、大幅な遅れが見込まれるときは、東海道新幹線からの直通列車を、新大阪始発として、のぞみなどに充当することがある。700k、e、編成が、 小玉で運用される場合、当初は指定席は8号車のみの設定であり、4から7号車のサルーンシートは自由席だった。2012年3月17日のダイヤ改正より指定席が8号車から5.6号車に変更されたことで8号車が自由席になった。さらに2014年3月15日ダイヤ改正より4号車も一部の列車を除き指定席となった。 このため、小玉では8号車、コンパートメント席部分は、明かりが消されている。コンパートメント席の扉の開閉はできるが、利用はできない。また、全般検査を施行する際に、順次外部から施錠できるように改造されている。そのため夜間走行時は、車両内後部は薄暗くなっている。上空の扉は従来通り開閉されているので、 コンパートメント席付近の通路の通行は可能である。博多南線運用でも同様の措置をとっているが、かつては8号車のコンパートメントも自由席として利用来た。また、サイレンスカーの設定は当初から行われていない。E 編成は8両編成であることから、再販防機には16両編成の500系 W 編成。 または700系3000番台 B 編成が、また故障や、車両検査時には500系 V 編成がそれぞれ代用運転されることがあった。台車は500系と同一品を装着し、これは後に登場した16両の B 編成も踏襲している。東海車 C 編成用の台車と、歯車比 C 編成2.96に対し E 編成2.79が異なるため、 制御装置の特性性をを変更して、て軌道加速性能を合わせている700系の動力性能により、最高速度は B 編成、C 編成運用の望みと同一の時速 285km で、かつ途中停車駅での後続列車の対比は一部を、除き原則行われていない。新大阪駅博多駅間の標準所要時間は2時間45分で、 望みと比べて6から22分の差でしかなかった。そのため、桜が登場する前の山陽新幹線の指定席利用者は座席の快適性や指定席特急料金が望みよりも安かったこともあって、レールスターを指名する客が多く、レールスターの指定席は常に満席に近い状態で、望みよりも先に売り切れることもあった。走行速度が 時速 285km に達すると、車内案内表示器に、レールスター、ロゴマークただいまの速度は、時速 285km です。We are now traveling at 時速 285km と表示される。なお、500K では時速 300km で表示されたが、N700K では表示しない。従来までの東海道、 山陽新幹線車両に採用されてきた白地の青帯ではなく500系に類似したグレー地にダークグレーとサニーイエローの帯をサイドに配したカラーリングとなった。また、光レールスターロゴが1.35号車のトイレ区画と7.8号車のデッキ区画、運転席脇に表記されている。8両編成で全車両が普通車となっている。このため例 ウエスト光12両編成と比較すると、専務車掌の数を半減することができた。1から3号車の自由席車は700系、B 編成普通車座席とほぼ同等設計であり、座席は他の新幹線車両と同一の横3列プラス2列の5アブレストとなっている。シートモケットは新緑色を採用している。4から8号車の指定席車の座席は0系。 ウエスト光編成を踏襲した横2列プラス2列の4アーブレストであり、座席幅のみならず、隣席間の肘掛けがゆったりしたグリーン車並みのもので、あることが人気を読ん。グリーン席との主な際は、シートピッチが他の普通車と同じ 1040mm、グリーン車は 1160mm であるのと、フットレスト、読書等、FM ラジオが装備されていない程度である。 JR 西日本ではこれをサルーンシートと呼称している。シートもケットは青色。また C、B 編成グリーン車同様の暖色系の蛍光灯を使用した反関節照明を採用している。これにちなんで運行開始直後の2001年冬季のキャッチコピーは冬はホットレールスターというものであった。また大人2名が小2を連れて8号車の隣同士の2席を 確保した場合、肘掛けに取り付けて、ーにお座らせる、チャイルドクッションと呼ばれる、簡易椅子の貸し出しも、無料で行われていた。2003年10月1日から10月14日まで、上下各5本で、チャイルドクッションの無料貸し出しが施行され、その後本格導入されたが2011年3月11日を、もって終了している。従来は6号車が、喫煙席であったが、 2012年3月17日のダイヤ改正で6号車も禁煙車に変更され、700KE 編成は全車禁煙となった。2004年7月までは5号車も、2011年3月11日までは2号車も喫煙席であった。また、喫煙車両のデッキに設置されていた灰皿は、2007年1月末までに撤去された。 3.7号車デッキには清涼飲料水の自動販売機が設置されていたが、2012年3月17日でサービスを終了した。この他にも、旅指南と呼ばれるタッチパネル式時刻表検索機、プリントアウトモノーが設置されていたが、2008年3月14日をもってサービスを終了した。4から8号車の進行方向最前列の座席に、 設定されている一部の属、デッキとの間を仕切る壁に大型テーブルとコンセントを備えており、ノートパソコンなどが使用しやすくなっている。特急券は基本的に通常の指定席とは別枠で発売されている。なお、オフィスシートはその後に製造された他の700、軽編成にもフィードバックされ、2001年、平成13年度以降に製造された全ての700、 K 編成、C 編成は C25 編成から B 編成は全編成に採用されている。8号車の新大阪寄りに簡易仕切り壁を設けた4人用個室が4室ある。コンセントは1室に1箇所で、消灯できる天井灯とテーブル灯が設置されている。3人もしくは4人ならば、人数分の運賃、指定席特急料金で利用することができ、2人でも、 グリーン車並みの料金で利用できる。フルムーンパス、2名での利用画家など一部のものを除いて、特別企画乗車券、特特切符の類は使えない。また、エクスプレス予約や E5489 による座席指定はできない。ただし、JR 西日本の電話予約サービスでは、JWEST 会員、非会員ともに指定ができる。さらに、 J.West 会員向けのネット割引特急券である E-KIP、エクスプレス予約の E 特急券を除くから、この個室への緑の窓口での乗車変更は、その乗り変条件である、同一設備とみなされるため、同1日、同一区間、同一経路の E-KIP をネット e 五千四百八十九で三から四名分、購入後、窓口や券売機で全員分を発券し、窓口で、 乗り変すれば割安な E キップ料金で利用できる。また、乗降客の少ない光レールスター以外での運転の場合は、防犯上の観点からコンパートメントは業務用室扱いとなり、使用禁止となる。1999年10月2日から光359号、365号、354号、362号で静かな車内環境の創出を目的とした。 サイレンスカーの試行が行われ、この結果好評だったため、光レールスターでは4号車に本格設定された。始発駅発車前と終着駅到着直前、及び災害や事故発生など異常時を除いて、車内放送が流れないほか、通常の乗車列車名、自駅名は、車内案内表示機で確認可能、車内販売の声掛けも行われない。 また、車内検察に関してもサイレンスカーにおいては、座席後ろに設置のチケットホルダーに、あらかじめ乗客が特急券差し込んでおくことで車掌の声かけを省略させるというものであった。そして乗客にも、車内静粛への協力を呼びかける文が、テーブル裏などに記載された。エクスプレス予約や E5489 プラス、 などで、通常の指定席とは別枠で発売されていたが、この車両が自由席である場合や、再販房機には設定されなかった。その後、チケットホルダーは、JR 西日本の山陽新幹線専用車両や、在来線特急車両、これらは、座席枕カバーの後部に縫い付けに採用されたものの、先に、セントラルライナーで採用していた J 東海や、 東海道新幹線に乗り入れる JR 西日本の新幹線車両では乗車権類の紛失につながるとして採用には至らなかった。望みには採用されず、九州新幹線直通、水穂、桜にも受け継がれることもなく2011年3月11日をもって廃止された。以下の特別列車が設定されたことがあるミレニアムイベントの一つとして、 2000年12月31日から2001年1月1日の間に特別に運行された列車である。新幹線では通常運行の行われない午前0時を回って列車が運行された。広島駅博多駅間に一往復が設定され、下り、光389号は、広島駅発車と同時に、上り、光388号が新幹門トンネルを、 通過する際に午前0時を回る、すなわち21世紀を迎えるヤ設定がされた。停車駅は、下りは、徳山駅、小郡駅、現在の新山口駅、小倉駅、上りが、小倉駅、小郡駅であった。2003年の日本シリーズが、阪神甲子園球場を本拠とする阪神タイガースと、福岡ドームを本拠とする当時の福岡大ーホークス。 現在の福岡ソフトバンクホークスの間で行われることになったとから日本シリーズを盛り上げようという大阪市と福岡市からの要望を受けて運行された E1 編成の1号車博多寄り先頭車にタイガースの8号車新大阪寄り先頭車にホークスのシンボルマークが車体に装飾され2003年10月15日から17日の 光344号365号378号35号で運用されたほか臨時列車として10月18日19日には光389号が10月21日22日光390号にも運用された2000年3月11日の営業運転開始前に宣伝用のテレビ CM が放映され楽曲はカーペンターズの トップオブザワールドが使用されていた。アリが出演した家族連れ向けにコンパートメントをアピールしたバージョンとビジネスマン向けにサイレンスカー、オフィスシートをアピールしたバージョン、テーブルでノートパソコンを見さをするビジネスマン、座席であくびをしながらくつろぐ女性があった。その後 JR 西日本のフラッグシップとして500系に代わって様々な CM、ポスターに登場している。 2003年には JR グループの共同 CM 日本の旅は列車ですに登場し JR 東海代表の700系新編成と共演を果たした。また、2000から2002年にかけて独自ドメイン hikar irailstar.com を使用したプロモーションウェブサイトが存在した。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。